リオールズ3、球団売却。オリオールズは31日、地元ボルティモアの投資家デイビッド・ルーベンスタイン氏が率いるグループに球団売却することで合意したと発表した。売却価格は17億2500万ドルであることが報じられており、1993年にピーター・アンジェロスが1億7300万ドルでオリオールズを購入した時から約10倍となった。藤浪終了のお知らせ。逆にチャンスちゃうんか？早く戻ってこい。日本企業が買わないかな NPB 経由せずとベイルートできればもっと日本人メジャーリーガー増えるのに。謎の投資会社に買収されたぞ。ついでに藤を抑えとして使ってくれないか。藤浪が一流メジャーリーガーずらしてるの面白いから来年もどっか雇ってくれ。球団価値30年で10倍か。ロゴの鳥がカープーンっぽくて可愛いから頑張ってほしい。なんジェイミン定期。インディアンズが辞めてからキャッチーなんオリオールズ帽子しかないんよな。マジ？ PO に出れるようなチームなのになぜ売却するの？プロスペクトが多くて去年リーグ1位取った今が一番高く売れるとの判断やろ。一番いい時に売るから正解やな。世界の富士はどうなるんや。身売りしたらどうなるん？チーム名変更&本拠地移動？オーナーすげ変わるだけで球団内部に影響ねえよ。買った時の10倍で売れるとか勝ち組だな。任天堂はマリナーズ手放したし行けばよかったな。エンゼルスも早売却しろ。もうストップ安状態で今以上に上がることはないぞ。高値で売り抜けたのはすごいわ。藤浪買える場所なくなってて草。藤浪なんかいらねえよ。金持ちの手に渡るだけだから変わんねえよ。